生誕祭のこと書きますね。次は そう、まだ生誕祭から4日しか経ってない。楽しかった生誕祭、楽しかった生誕祭、大好きなピヨスさんが出てくれてとってもとっても嬉しかったです。とっても緊張した。公演デビュー卒業式で、毎日水をあげて育てたトマト、なんで小学校の時ってトマト育てるんだろう、美味しいからか。おはようございます、おはようございます。2020年、そう、今日めっちゃ暗いんですごめんなさい。3月12日、僕たち、私たち卒業します。あの小学校の卒業式ってなんでさ、ありがとうありがとうありがとうございましたって言うんだろう。面白くないですか、なんか合唱かなって。ありがとう、なんか女の子がありがとうっつって、男の子がありがとうみたいな言って、みんなでありがとうございますって言うの。1年生が黄色い帽子をかぶってみたいな言わない？え？ありがとうありがとうありがとうございましたはあのマイナーなの？え？なんかもう今はなんかわかんないけど、卒業式とか卒業生送る会で365日の紙飛行機とか歌いますよね。最高。川島セリフあったっけな。ないな、多分。うん。小6男子は、そうですね。みんな声変わりしてないですね。育てたトマトはどうするんですか。収穫して美味しくいただいて、胃の中でトマトジュースにします。うん。でも絶対あれだよね。トマトって育てるの簡単なんだよね、多分。だってキュウリ育てる学校見たことない。ナスは見たことある。あ、お米は作ったな。ペットボトルだよね。ハウエバーって何？しかしながらそういうとこそういうとこそういうとこ。え、2リットルペットボトルになんか水とかなんかいろいろ敷き詰めてお米作ったよ。え？え？お
お米ってペットボトルで育てません？小学校って。あ、そっか、田んぼあったら田んぼで作れるのか。いや、絶対やるって多分。じゃがいも、なんでそんなみんなじゃがいも作ってるの？カレーライスでしょ、絶対さ、それみんなカレーライスさ、作ったでしょ。50部分の感じだった。ありがとうございます。バケツに入れて育てた。あ、そういうこと、そういうこと。花壇を田んぼにしてた。めちゃくちゃあれじゃない？あの、高度な技じゃないですか。花壇を田んぼにするのって。水引いてきて、みたいな。水田。小学校で野菜育てるとかなかった？そんな学校ある？あるか。ヘチマ。動物飼ってました？小学校で。まあでもヘチマは確かにあったわ。え、ウサギっているんだ。ウサギあるあるなんだ。鳥はあるあるだと思ってた。ウサギあるあるなんだね。メダカはいたことあるな。あとはウサギ、あ、そう、ニワトリはわかる。ニワトリはね、いた。鯉って飼うんですか？ヤギがいたわ。なんかすごいな、リアルだな。ニワトリ飼ってたらなんかニワトリの卵食べれるじゃないですか。なんか生き物、その生物を育てる係いなかったんですよ。だから当番でした。でも川島動物苦手じゃないですか。だからめっちゃ怖かったな、ずっと。学校の池にいた鯉に餌あげてるだけだよ、多分それ。ちょっと生き物係さん思い出した。残酷だ。ごめん、仕事行ってくるだって。頑張ってください。アメンボって雨の味する、雨の味するんですよ。知ってました？沖縄で言ってました、人が、誰かが。なんかアメンボって雨みたいに甘いからアメンボなんだって、沖縄の人が言ってました。なんかアメンボは雨の味がするからアメンボなんだよって。雨の、なんだっけな、って言ってましたよ、なんか。嘘か本当かわかんないけど。え、キジムナみたい。なんかアメンボを食べるんじゃなくて、なんか、なんだっけな、なんかで、なんか、何がきっかけかは知らないけど、なんかアメンボ、飴の香りだ。飴の香りがするらしい。そう、飴の香りがするらしいです。そっちでした。そう、甘い香りがするんだ。言ってました、沖縄の人が。食べちゃダメだった。セミ食べる人？ああ、でもセミは見たことあるな、全然。もうアメンボ嗅ぐことないですよね、そもそも人生において。アメンボを嗅ぐシチュエーションってありますか？アメンボってどこにいるんだろう。確かになんかあんま見たことないかも、あんまり最近は。
最近アメンボ見ないな、そういえば。確かに。どこにいるんですか、アメンボって。あー、なんか池とかにいるイメージあるね。確かに。アメンボって絶滅しぐ危惧種だったのかな。水の上にいるんだって、アメンボ。じゃあお家の前に水溜めて待っとく。夏大量発生しない。田んぼの水路、あ、なるほどね。学校のプール、あー、なんか掃除してない学校のプールとかね。なるほどね。いるイメージある。なんか自分の肌がファンデーションしたみたいな色してる。全然してないのに。ゲンゴロウって誰？誰じゃん。わかんない、ゲンゴロウ。学校のプール掃除とかしたことなかったの？アメンボは結構凶暴だって。プールも室内の時代？プールのシャワー、地獄のシャワーって呼ばれがちだよね、わかる？あ、やばい。やばい。え、何か見えましたか？何か見えましたか？やば。やばいもの映ったかな？怖っ。え？何も？怖っ。川島の未来？怖っ。あ、よかった。え？プールに消毒槽ありましたよ、川島。あれですよね、あの消毒見えてしまった。何が見えました。え、何が見えた。怖い怖い。何何何何、めっちゃレシート置いてんだけど、下。何が置いて、何が見えました。え、怖い怖い。何が見えた。めっちゃさ、机の下汚いから、ちょっと本当に物落とせないんですよ。めっちゃ汚いんですよ。もうなんか物全部置いてある。なんか配信で見せたいものとか、使ったものとか、メイク道具とか全部置いてある。なんかプール消毒槽ってありましたけど、消毒槽って何のためにやったんだろうって思って。自撮り棒じゃない、スタンド使ってます。あれが好きだった、川島。目にあれやるやつ。なんかこういうやつ、プールにある目消毒するやつ好きだった、大好きだった。水出てくるやつ。消毒槽はすごい好きだったけど、シャワーが大嫌いだった。地獄のシャワーって呼ばれるやつ。そう、前髪がバブルな感じ。そうなんだよ、ちょっと前髪が今おかしい。
なんで、なんかプールのシャワーってあんな冷たいんだろう。今思い出してもやだな。目の消毒大好きだった。消毒槽ってあれか、みんなが秒で出ようとするやつ。目の消毒めっちゃ大好きだったな。ずっと目洗ってた。よいしょ。眠たい。意味ないの。そうだよ、目はただの水で洗うんですよ。おはよう、はじめまして。おはよう、はじめまして。 SK48 をやらせていただいております。みはるん泳げるの？うん、普通の人間なりには。でもなんかプール習ってたんですけど、クロールしかできない。あ、ボビングが特技です。あと、ちっちゃい頃はドルフィンしてました。あと、よく逆立ちしててプールの中ですごい。あと、前回りとかしてましたね。今はもうできないんですけど。あ、そう、前回りできたんですよ、昔。うん、なんかプール学校のプールは入るたびに唇紫になってた。寒かった。何、スカイラブハリケーンって何？芸人さん？何？スカイラブハリケーンって何？スカイラブハリケーンさんって芸人さんは知ってるけど、桜井さん。運動は得意じゃない。キャプテン翼なんだ、元ネタ。へえ。ずっと芸人さんの名前でしか知らなかった。なんかスカイラブハリケーンさんって芸人さんがいて、うん、川島は稲妻イレブン世代です。デスドロップとかの世代です。ゴッドハンドとかの人世代。なるほどね、足の上に遊ぶとね。確かにプールって何でもできるもんね。ゴッドハンド知らないですか、みんな。え、ゴッドハンドって通じないの？え？キーパーですよ。遠藤守ですよ、遠藤守。あ、手が大きくなって止めるんですボール。そう、遠藤守くん。
すごい。え？稲妻イレブン大好きだった。見てましたよ。やっぱ稲妻イレブンといえばベリーズ工房さんみたいなところじゃない。なじもんば。いや、そっちが目的じゃないですよ。当時は普通に稲妻イレブン見てました。ね、キャプテン翼世代が多い。だから川島は分かんないんですよ。スポーツ漫画で昔のやつ何があるのかな。ああ、プロゴルファー猿。あとはオハスタピラメキーノ見てましたね。テレビはプロゴルファーそれを見て、ま、見てました。読んだことある。面白かった。あと名探偵コナンは大好き。あ、プレイボールって、え、聞いたことある気がする。あ、あとあれ、ラフとタッチ、ん、タッチとタッチ、あた、あたちみつるさん読んだことあるかな。筋肉マンは知ってるけど、あれですよね、漫画のあの設定がいろいろ、なんか怪人募集してるやったやつ。あ、ん？ミックスは違うかな。そう、ラフは水泳は前回読んだ。タッチも読んだ。タッチ？あれ？タッチってどういう話ですか？あ、H2 みたいなやつは読む。あ、だよね。タッチ読んだことある。うん、ある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 。うん、ある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 。明日のジョーはない。あれ、み南を甲子園に連れて行ってみたいなやつ。あのブラックジャックめっちゃ読んでた。え、そう思った。なんかタッチって言うと一瞬ちょっとちょっとちょっとが思い浮かぶ。本当にブラックジャックは本当に大好き、名作。幽体離脱。あ、そう、なんだろうな、漫画。あのダメカンタービレとか全部読んで。最近だと働く細胞はめっちゃ学校で借りて読んでたし、何読んでたっけな、働く細胞読んでた。のだめはね、めっちゃ面白い。
ダメも面白くて好き。あと漫画はでも本当になんか雑誌みたいなやつ。フェアリーテールは読んでました。読んでた。フェアリーテールは好きでしたね。シャーペンとか持ってました。マドマギかな、見たことないな。だってなんだろうな、有名作品。漫画読むんだね。だって意外。本当めっちゃ読むよ。最近だと市役所めっちゃ読んでた。ドラマは見てないんですけど、市役所めっちゃ読んでて、なんか気づいたらドラマ化されてた。進撃の巨人とかは読んだことない。ランマに分、あ、ランマは読んで、読んだ。小説は大好き。小説は大好き。そうそうそう。あの SKE 文庫の SKE48 文庫っていうセブンイレブンさんとのコラボで、あの SKE 文庫っていう本があってあるんですけど、その中で須田さんが浅井亮さんの作品の多分担当なんですよ。それでももがもなんか買ったってめっちゃ嬉しそうに見せてきて、ももたんが浅井亮さんにハマってくれないかなってちょっと期待してます。待ってくれないかな、モータン。全然本は貸すからモータンハマってくれないかな。ハイキューはちょっと読んだ。そう、なんかちょっとだけ読むのが多いんだよな。あー、うるせえやつだ。確かに。でも川島の今のマインブームは圧倒的名探偵コナンなんですよね。地獄少女は読んでたし、ドンピシャ。あ、あれ、あれ、なんだっけ。めちゃくちゃ有名になったやつ、流行ったやつ。あー、名前が出てこない。なんだっけ。東京グール、グールは読んだ、全巻。鬼滅は見てない。ちはやふるは読んだ。あー、そっか、ちはやふる。あとだがしかしっていう本が、漫画が好き。人間食べるやつ、そう、人間食べるやつ、そうです、そうです。あ、約束のネバーランド面白いって言いますよね。あ、バクマンはドンピシャですよね。川島さん大好き、バクマン。あとスケットダンス大好き。スケットダンス面白いよね。スケットダンスって面白いよね。ね、スケットダンスって面白いよね。すごい川島、なんか少年誌めっちゃ読んでるな。あー、デスノートはドラマかな。アニメは昔は一時期はすごい見てました。モブサイコは気になってましたね。ね、ジャンプ多い、確かに。あ、あれ、サイキクスをとか読んで、あとヴァンパイアナイトとか、あ、
待って、次は7時2分だ。ありがとうございます。あ、こち亀は読んでますよ。大好き、こち亀大好きだな。あとちびまる子ちゃん、7時2分にならない。あとなんだろうな、なんだろうな、ありがとうございます教えてくださって。なんか漫画あるかな、読む漫画。でもなんか基本的になんか、なんか本当にアイドルにしかお金使わなかったから、なんかアイドルの CD 買うためにとか雑誌とか買うためにお金貯めてたから、なんか漫画を買うお金はなくて、ほぼだからあれでした。借りる系とか、なんか学校の図書館とかそういうのばっかり読んでた。今は漫画のアプリ読んでますね。漫画のアプリをすごい一時期めちゃくちゃ入れてたんですけど、最近ほぼ消して一個にしました。好きな漫画の系統ってやる？おも、なんか笑えるやつが好き。なんかもう気づいたらずっとアイドルが好きだったから、アイドルが好きじゃない人生がわかんないかもしれない。あ、そうだって、物心ついた時にテレビにはモーニング娘さんが出てました。辻さんとか矢口さん、なんかちっちゃい頃ずっとなんかテレビでなんか辻さんと矢口さんで出てたりするじゃないですか。だからなんかずっと本当に全然モーニング娘さんとか知らなくて、ただただテレビで見てて、なんか辻さんと加護さんってなんか同期なのかなって思ってた。ミニムニ世代ではないんですよ、全然。しかも多分なんかもう見た時にはもうお二人とも卒業されてたんですよ、多分。うん、そうそう、ご卒業されてて、なんか元モーニング娘さんとして出てて、なんか辻さんと矢口さんで同期なんだと思ってた。一番初めに好きになったアイドルは渡辺麻友さん。モーニングコーヒー、あ、そう、ヘキサゴンとかめっちゃ見てた。そう、ヘキサゴン世代ですね。ヘキサゴンの大縄跳び学校でやってた。だってラブマシーンの時川島生まれてないですもん。そう、あー、そうそうそう、羞恥心踊ってる人いたな。おにゃんこさん、おにゃんこさん世代だって。ガチガチの秋元康さんですね。ラブマシーン、あ、ラブライブ見てました。ラブライブはあれも見てました。アニメ1期も2期も見てました。でもサンシャインになってからあんま見たことない、見なくなっちゃった。2000年のバンドブームも何も、川島さんは2002年生まれ。
秋元先生から抜けられない皆さん。そう、38分なの？ランキング見ます。20位神さんありがとうございます。19位忘れっぽいもちさんありがとうございます。18位ひろくんありがとうございます。17位バラバラさんありがとうございます。16位プチメガさんありがとうございます。15位黒ひげの大平さんありがとうございます。14位ヨッシーさんありがとうございます。13位ピカタさんありがとうございます。12位リナリナさんありがとうございます。11位ナルミちゃんありがとうございます。11位キューさんありがとうございます。9位大文治さんありがとうございます。8位ケンチさんありがとうございます。7位指原アナさんありがとうございます。6位ドラえもんさんありがとうございます。5位ケイヒロさんありがとうございます。4位ヤマシーさんありがとうございます。3位テンちゃんありがとうございます。2位オチテンさんありがとうございます。そして1位はわらびもちさんありがとうございます。はい、そして38位はたまにゃんさんです。ありがとうございます。あと1分だ。スペシャルギフト読みますね。ヨッシーさん、ダルマットファイトザハートありがとうございます。黒ひげの太平さん、ハートありがとうございます。ボルクスさん、ダルマありがとうございます。コンタクトが取れた。ヒロくん、ファイトありがとうございます。ピカタさん、ハートありがとうございます。ヒロくん、靴下とクマさんありがとうございます。忘れっぽいムチさん、バラありがとうございます。はい、ありがとうございました。というわけで次は7時2分からの配信です。待ってます。見てくださってありがとうございました。バイバーイ。